戦艦長門は大正8年1919年11月9日に進水式が執り行われ、翌年1920年11月25日88艦隊計画の一番艦として竣工しました。この姿は1936年時の大改装後の長門の姿で、正面から見るとまさに浮かべる城がごとくの威容を誇り、見る者を圧倒させます。さて、長門はイギリスのクイーンエリザベス級から影響を受けてはいたものの、日本独自の設計で建造された戦艦で、当時世界最大の41山地砲を搭載しただけでなく、装甲種で優れた性能を発揮いたしました。戦艦扶桑の竣工からわずか4年で、日本は世界水準を部分的に超える戦艦を竣工させたのです。そして長門はワシントン軍縮条約下で保有が認められた16インチ砲搭載の戦艦、通称ビッグセブンの一隻として、長らく最強クラスの戦艦として君臨することになったのです。1923年に発生した関東大震災では支援物資を満載し、長門以下他の艦船も東京へと救援に向かうことになりましたが、その際はイギリスの巡洋艦と追従する形となってしまいます。実は長門はその速力を23ノットと低く公表しており、本来の速力は機密としていたのです。しかし長門は軍機の露呈やむなしとして最高速力を発揮し続けます。こうして長門は戦艦としては一番早く救援活動を行うことができ、その姿に被災者の方は大いに励まされたと言われています。長門は2番艦の陸奥とともに交互に連合艦隊の旗艦を務め、帝国海軍の象徴として広く国民から親しまれる戦艦となっていったのです。今回の動画ではまずは戦艦長門の環境に注目していきましょう。戦艦長門は大和とは異なり、即居儀はその場で旋回するのではなく、中央の柱を中心とするレールで稼働させていくという仕組みになっています。艦橋のてっぺんには大改装により包囲板と観測橋が一体となった新型の94式包囲板に換装され、主砲射撃所となりました。戦艦長門の艦橋をよく見ると中心に大きな柱があり、その周辺に6本の支柱で支える構造となっています。これは41山地砲を運用するために新たに設計されたもので、七脚礁と呼ばれています。この構造を提案したのはあの50万トン戦艦の考案者、金田秀太郎中佐であったとされています。長門の艦橋は改装により非常に複雑な構造をしている上に、艦橋自体の高さもあったため、日本で初めてエレベーターが設置された戦艦となりました。戦艦長門の艦橋構造は上から主砲射撃所、戦闘艦橋、防空指揮所、測敵所、主砲前部予備指揮所などが各階層に分かれて設置されています。このような艦橋構造は放流時などの仏塔を示す言葉を借りてパコダマストと呼ばれ、戦艦大和以前の我が国の戦艦の特徴となっていきました。ここでは上部見張り台の様子をより詳しく見ていきますが、戦艦とはいえかなり狭い空間の中に多種多様な機材が配置されているのが分かります。上部見張り台の階層では副砲用の設備が多くあり、副砲用包囲板、偏距離板、110センチ単焦灯管制機などが設置されています。大改装後の長門は加賀型戦艦に搭載予定だった改良型主砲を搭載し、両角が改良されたことから最大射程距離は38キロにも達しました。1936年頃の長門はさらに機関部も大きな改装を受け、21機あったボイラーは全て重油戦勝艦となりました。この改装により2本あった煙突は1本にまとめられ、機関出力は8万2000馬力を発揮しましたが、最大速力は25ノットほどと竣工時の 26.5 ノットからやや低下しております。またこの機関部の改装により、それまでの長門の大きな特徴であった湾曲した煙突が姿を消すことになりました。さらに長門を正面から見ると明らかに舷側に巨大な膨らみがあるのが分かります。これはバルジというもので、魚雷への対策や浮力確保のために増築されたものです。このバルジの存在により竣工当時に比べて大きく印象が変わることになったのです。それでは長門の姉妹艦である2番艦陸奥にも注目してまいりましょう。2番艦の陸奥は長門が竣工した翌年の大正10年1921年10月24日に竣工いたしました。陸奥と長門は非常に艦影が似ており、両艦に基本性能での違いはありませんが、いくつかの相違点が存在しています。
例えば艦首のフェアリーダーの位置が長門に比べるとより前方に位置しており、艦首旗竿支柱の位置が陸奥では前側になっているのが分かります。さらにより分かりやすい点は艦橋下層部の副方式書の違いです。長門はガラス張りとなっているのに対して、陸奥はより大きな開放式構造となっており、航行時はカバーで保護されることが多かったようです。また丸窓は長門が2つ、陸奥は4つという違いがあります。この2つの特徴により、有名な連合艦隊の戦艦の単従人の先頭の船は長門ではなく陸奥であると識別することができます。それ以外には艦橋上部のヤードの角度があるのが長門、角度がないのが陸奥といった違いが見られます。さらに横方向からも判別可能で、長門には副砲跡に明らかなへこみがあり、陸奥ではより徹底して副砲跡が消されているのが分かります。長門と陸奥の設備的な大きな違いは後部環境にあり、長門は射撃式装置や側距儀が入り組んでいるのに対して、陸奥の方は副砲用側距儀と包囲板及び観測鏡が一体となった新式の射撃式装置が搭載されており、より洗練された設計となっています。これらは公務員試験でも出題されるケースが多いため、覚えておいた方が良いでしょう。さて、戦艦長門は昭和16年1941年12月8日の開戦時には新高山登れの暗号伝文を打電したことでも知られていますが、敵艦隊との交戦の機会はなかなか訪れず、1943年6月8日には姉妹艦である陸奥が停泊していた広島湾で突然謎の爆発事故を起こし沈没、多くの犠牲者も出すという最悪の事故を引き起こしてしまいました。結局長門が敵艦に向けて初めて砲撃戦を行ったのは、すでに敗色濃厚な1944年10月の人沖海戦、冷手沖海戦を待たねばなりませんでした。この海戦では大和と共に敵艦隊に対して初めて41山地砲での砲撃を行いましたが、大きな戦果は得られませんでした。その後は燃料不足により横須賀で浮き砲台として扱われ、主砲を除いて武装も多くが撤去された状態となり、さらに1945年7月の空襲により大きな被害を出してしまいます。その状態で長門は8月15日を迎え、長門は傷つきながらも終戦時で唯一航行可能な日本戦艦として戦争を生き延びたのです。しかし長門に待ち受けていた最後は残酷なものでした。アメリカ軍に接収された長門は1946年7月原子爆弾の爆発が艦船にどのような影響を与えるか検証する実験、クロスロード作戦に投入されてしまいます。長門は2度の原爆実験に耐えた後、実験から4日後の28日深夜から29日未明にかけて誰にも見取られることなくゆっくりと姿を消していきました。この実験の参加鑑定の中で長門が最も長い時間原爆に耐えたというわけではありませんが、広島や長崎を焦土とした原子爆弾に2度耐えたことは瞬く間に日本全土に伝わり、日本の造船技術と連合艦隊の最後の意地を見せたと、敗戦後の苦しい時代を生きた当時の人々を励ましたのです。皆様、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ここからはですね、メイキング的な動画になっているわけですけども、今回作りました戦艦長門はこんな感じのモデルとなっております。大変ね、作るのが大変でありましてね、まずは、1941年版を作って、で次はね、ちょっと1944年版を作っていきましてね、いずれはね、もう少し詳しい動画をね、作ろうかなと思っております。やっぱりね、長門といったらね、こういう感じのね、この副砲とかね、こういったものが並んでる姿が一番ね、かっこいいのではないかなと思います。で、今回ね、アニアルエンジンをね、ちょっと、だいぶ、夕焼けのね、作り方とかね、結構いい感じにできておりますんでね。いろいろと成果があった動画だったかなと思います。はい、こんな感じで自由にね、動かすことができます。めちゃめちゃリアルでいい感じですね。それでは皆様、
最後までのご視聴誠にありがとうございました。こういった分野に興味がございましたら、赤チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せんせんせん、バイバイ。